ね、これもみんな多分知ってると思うんですけど、ちょっと真剣な話をさせてもらうと、僕は20歳まで、ずっと本当にオリンピックを目指して空手をやってました。高校から、親元離れて、一人暮らしして関西に行って、で関西の大学行って、本当に真剣に空手を、空手でご飯食うのってぐらいの、覚悟で空手をしてました。でも前十字靭帯をね、断裂してしまって、2回お医者さんに、もう空手できないと、もう元のプレーはできないよって言われて、そこでね、人生初めてのね、挫折を味わったんですよね。いや本当にね、心にポカーって穴が開くって、このことかっていうか、これ何も生きてる本当に意味がわからないと思う。空手ずっとやってきたものがポカンってなくなって、俺なんかもうその腹いせじゃないけど、それで遊びまくったりとか、もう夜な夜な遊んだりとか、ね、学校、大学行かずに遊んだりとかしてる中で、そう、こう、あの僕のね、先輩がね、ライブしてるとこ見たんですね、僕は。で、うわ、かっけえ、僕もやりたいっていうので音楽に出会って、で俺も真剣に音楽頑張ってみようって思って、こうやってやってます。21から音楽始めて、今24、3年弱、本当にもう生活もままならないぐらい、本当にバイト生活したりとか、本当にハンバーガー屋さんで働いたりとか、アパレルで働いたりとか、現場の仕事朝5時から行ったりとかね、してね、ほんまにね、頑張ってたんですけど、でこうやって本当にコツコツ諦めずに、やめないでコツコツやってれば、こうやって本当に僕、こんな僕でもこうやって人がこうやって見に来てくれるような、あのシンガーになれるっていうのをね、本当に身に染みて最近本当に感じさせてもらってるんで、今後とも本当にドーム目指して、本当にドーム目指して頑張ってます。だから皆さんもついてきてほしい、ほんまに。だからこれからもよろしくお願いします。ということで最後に曲歌います。